はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員靴沢亮次でございます。桜井様、大久保様、富田様、無意自然様、山崎様、住子様、由美子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。最終演説に池袋にいらしてくださった皆々様、誠にありがとうございました。中には懐かしい顔もありまして、四季島会で弁士やってたえのきさんとかね、昨夜は最終演説動画を、アップロードしていたら12時過ぎてしまい、通常動画を上げられませんでした。昨夜のですね、12時から、つまり7月10日の0時からネットの発信が一切禁止です。メールの送信も禁止っていうから恐れ入りますよね。多分ネットのこと全然分かってなかった当時の自民党のおじいちゃんたちが作った法律なんでしょうね。今となっては古すぎる。ツイッターとか見てると、いやでも安倍総理のことが目に入ってくるので、かえってよかったかもしれません。泣けてくるので、安倍総理の事件の報道はなるべく見ないようにしております。ツイッターその他で投票したお声を無数にいただきました。ありがとうございます。中には自分の会社の従業員にも私のこと勧めてくれて、何十票みたいな方もいらしてですね、誠にありがとうございます。あとは心静かに開票結果を待ちます。その他ご要望が多かったのは、比例で投票できればな、東京の人だけかというようなご意見、3年後の参院選は比例使えるように10人擁立を目指して頑張ります。9ヶ月後、とりあえずそれに先立ちまして9ヶ月後の2023年4月開催の統一地方選に日本改革党から立候補していただける方大募集。参院選を見据えて東京のみの募集でしたが、全国に広げます。動画説明欄からご応募ください。日本改革党の政策その他に賛同してくださる方、日本は超個体であるというのに乗っ取ってね、政策展開しておりますんでね、無職になってしまったので日本改革党のメール党員になって党をご支援ください。6月15日付で豊島区議会議員辞めたんですけど、その月6月分のお給料ね、後から半分返すで15日までだから半分返すって区の方で言ってきて、1回ゲットしたお金をですね返すっていうのはすごく嫌なもんですねせっこいなぁ、ちょっと思いながら、まあしょうがないんですけど、日本改革党の方針は日本は超個体であるっていうのをベースに作っております。これに賛同してくれる方、日本は超個体であるっていうのは、池袋の凱旋演説でも言ったんですけど、日本人みんな親戚であると。だから安倍総理みたいなご自身のお子さんがいない方でも日本のために頑張れる、親戚の子供のために、おいっ子めいっ子のために、まあ総本家は皇室です。あとはみんな文系です。っていうのを言うの忘れましたけれどもね。選挙初挑戦のヤング安倍総理はですね、昭恵夫人に落選したらラーメン屋さんになろうかなって言ってたらしい。微笑ましいですね、なんかね。小沢一郎、山本太郎、前川喜平、青木理などの著名ゲスどもがゲスなことを早速言ってたみたいであります。全くね、こいつら小さい頃にゲスゲスの実でも食ったのかっていうですね、悪魔の実の。きっと泳げねえなあいつら。こいつらに共通するのはですね、根拠皆無で
自分は正しいって思える傲慢と甘えであります。どういうとこが甘えなのかっていうと、国家あっての生命、財産、福祉なのに国家をぐらつかせようとするアホどもね。つまり寄生虫の癖して宿主を殺そうとするっていうですね。そんなの自分ももろとも死んじゃうじゃん。寄生虫でもそんなことせんわ。寄生虫以下だお前らは、と憤っております。こいつらあの超個体のがん細胞ですから、放射線治療するなり抗がん剤、効かせるなり切除するなりしねえといけねえな。それがデトックスジャパンであります。というわけでメール党員様、全国の支部長様大募集であります。あとご支援もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。